どうもみさん、こんにちは。こんにちは。はい、ちょっと緊張してて、声が出てこなかった。心と体が一緒にいかなかった。そうですね。あれすごくある。というわけで、今回もちょっと行かさせていただこうかなと思いますけども、今回もう長野プレゼンツ。長野プレゼンツ。やりましたね。ありがとうございます。大事な。はい、そうだね、ありがとうございます。皆さんのご協力があっての長野ってなってますで、今回そのかわいいわご紹介させていただくのは、はい、もうスタッフスーツ紹介です。あ、スーツの紹介、はい、今日着てきたコーディネート、スタッフのスーツを、はい、コーディネート、コーディネート、コーディネートっていうやつですね。はい、ありがとうございます。ご紹介させていただこうかなと思います。はいはいはい、ではそれでは早速、うん、それでは杉本マネージャーの方から。行きましょうか、はい。僕がこの4人の中で一番普通なんかな。まあ、毎回毎回普通ですけど。シンプルで、うん、そうそう、一番等身大なんじゃないでしょうか。いやでもネクタイ難しいですね。おしゃれですね、ネクタイ。これコンです。まだすみません、ベタです。紺色です。バーズアイですか、ね、はい、もう何の変哲もないって言ったらあれなんですけど、いや近くで見るとね、はい、柄ですよ、うん、遠くで見るとね、うん、無地ソリッドソリッドですね。ソリッド、そう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 、やりやすいんやね、やっぱり無地系が。うそうですね。で、何の案もないんですよね、今日は。本当申し訳ない。紺のスーツに、はい、シャツはなんかストライプなんですね。ね、薄い茶色っぽい感じですか？ベージュ？ベージュ？グレーかな？茶色？グレー？ベージュ？ベージュですね。ベージュか。ベージュですね。はい、のに茶色っぽいネクタイをしてますよっていうやつなので。どこでも行けるんでしょうね、こういう格好してると。ですね、はい、っていうやつですね。っていうやつです。ボタンとネクタイ合わせたっていうことでしょ。肌の色と合わせたんでしょ。肌の色とね、はい。そばおる、そばおる。まあまあ、色は割とあれなんちゃいます。よく言うじゃないですか、紺と茶色は一緒いいですよ、アズロエマローネのやつですね、うん、そんなにあの色使ってないですよ、はい、そうですね、本当に最小限なので割と使いやすいんじゃないかなと思います。なるほどですね、はい、スーツの素材をこう重視するというか。 ありがとう。いやもう他に無駄なね、でも装飾はあんまりつけずに。ありがとうございます。いやいや、素晴らしい。さすがです。じゃあ続いて、まあ、そしたら、僕のスーツ、はいはい、僕も言うても今日その割とシンプルな感じで着てしまったんですけども、これも、はい、これバーズアイですかじゃないんか。そうですね、ザク折り、ポップ的な。そうですね、ちょっとざっくりした折りなんです。ちょっと画面上では見えないかなという感じなんですけども、色は、紺です。紺の無地という感じですね、感じの3ピースですね。またなおベス3ピース好きやね。そうですね、好きですね。へー、そうです、ありがとうございます。ここ爽やかやね。とんでもない、爽やかですね。ありがとうございます。コートの時もなんか爽やかやった。好青年って感じ。そうありがとうございます。まあ、そのポイントっていうのもそんなには、まあ、無地 のシンプルなシャツなんでそんなに多くはないんですけども、うん、シャツはこのギンガムチェックですかね。で、はい、そうですね、うんうん、まあ、その 3P の無地なのであんまり硬くなりすぎないようにちょっとカジュアルなシャツを、はい、着させてもらって。ああ、そういうことですね、はい、そうです。でネクタイはあの小紋柄、まあ、これ何でもこう合わせやすいというか、うん、はい、で冬なんでちょっとウールタイみたいなざっくりしたここも、はい、素材感も、素材感を出してよい。そんなまで考えてんの。そうですね、まあそれぐらい、そこまであれですけども、朝起きてここまで考えてコーディネートしたことないですよ。いやいやいや、そんなことは、そんなことはないです。サッとできる、サッとできるですけどね。あ、そうですね、ボタンはこれはシェルボタンですね。貝殻、貝殻、黒蝶貝ですね。黒蝶貝、綺麗な、黒
これ結構意外に派手になるんちゃうかなって言い張る人おるけど、うん、そうなんですね。意外とそうでもないと思いますね、うん、僕からすれば割と落ち着いた感じに見えるので結構、うん、なんだったはい、それであの使ってる早ないめっちゃ早かったっすけど使っていただきやすいのかなとは思いますけどね、今回でしたはい、これが、シェルパタです。そうですね、一色なんですよね。そうですね、コンコンコン、ワントーン、ね、ワントーンですね、うんうん、もうシンプルにこう狙ったんでしょ。もちろんです。好きやな、コンコン好きですね。コン好きなんですね。そうです。あ、色がね、そうなんです。コンがすごい好きですね。へ、割とその日本人の肌の色に一番合うのがコンみたいなことも聞きますけども、よう言いますわ。皆さんからの受け売りですけど。そんな感じで今回、今日は来てます。なるほどね。じゃあちょっと僕行きます。はい、じゃあ僕行く。これなんすかね、ジャケットです。すごいな、変わったものです。そうです。何色っていうんですか、グレー、玉虫っぽいですよ。そうですね、なんか外で見た時そう思いましたけど、なんかちょっとチェック、オーバーペン的なチェックがガッサッとこう青緑のが入ってて、千鳥ベース千鳥に、ベース千鳥の変わったから黄色の、黄色と緑緑のこう格子が入ってるやつ、入ってるやつに、よう選ぶんやね。そう、これ高かったんですよ、これ。なんで？スキャバルやから。生きて高級仕立てにし、あ、しますね。すごいですね。奥さんに内緒で。バレますよ。っていうやつです、はい。ベストは安定の無地のグレーでいかがでしょうか。ああ、なるほど。着回し行きますからね。そうです。ボタンは合わせに行きました。合わせますね。革、レザーボタン、レザーからのベージュ、パンツ、パンツね。そしてして、ライトグレーのでっかいやつ、でっかいの、銀ガム系、銀ガムのちょっと大きいやつですね。銀ガム、僕これ紫のやつ、はいはいはい、ありますね。そう、めっちゃ動画でもよう着とったら、あいつあれしかないんちゃうっていうぐらい着とったんですけど、めっちゃ気に入って、めっちゃ気に入ってその柄、うん、同じのをほんまに買う手前まで考えたんですよ、全く同じ色、うんうん、やけどなんか、なんかそう、だからもう色地でいいか言って明るいグレーにしました、うん、で、紺の、あ、これあれや、そう、ウッドのシルク新作ネクタイ、ウッドのやつですね。気にしてきたらよかったな、俺。大丈夫です。もちろんシルクツイードの方、 M2 プラント、シルクツイードかなの方ですね。のドット、 あの長野主任も僕もチェックにドットです。あ、そうですね、ここチェックと相性がいいのかなみたいなね。無地でも良かったんですけどね、うん、でもこれ脱ぐこと考えると無地の、無地もなんかしょうもないなと思って。なるほどね。です。で、合わすってやつですね。へー、イギリスの夕方っていうイメージですかね。コンセプトがあるね、ちゃんと。え、決めるでしょ、毎朝。そうですね、ティータイムできる、うん、ティーブレイクしたよね。ティーブレイク、今日はアフターファイブかな。時間パラパラですけどね。まあまあ、着崩したカジュアルですねというやつです。はい、冬らしいところちょっと持ってこようかなみたいな。なんとなく統一感あるんやね、色見ると、うんうんうん、グレー系でですね、プロなんでね。ちょっとコン入れて、もうプロですか。あ、ちゃいます。ベージュもね、やっぱりスーツではちょっとね、着にくいですけど、こう着にくいですね、膨張するんでね、割と取り入れやすい色ですから、うん、普通ちょっとね、しんどいんですけどね、なんか同系に近い柄合わせるの。いやいや、いいよいいよ、まあ、無理派ですもんね。アフターファイブやから。アフターファイブ。よくわかんないですね。というやつです。
はい、うん、です、はい、じゃ あ,、はい、じゃあいきますか、はい、師匠、師匠ラスボスでいきますか、ラスボス、もう初戦前方をさっきでそんなもうね、もうそれ、やっぱやるな、違いますね、やっぱやってきたな、はい、もう今日はそうですね、まあとりあえずもその冬っぽい素材感というところで、うんうん、上着これまあちょっとグリーンなんですね、グリーンで、ベルベット、ベルベットは難しいイメージありますね、今まあ緑なんかあるのよな、これちょっとまあ変わった色やったんで、はい、普通黒、黒か紺か、そうですね、ですよね、まあ、茶色とかもよく見えますね、まあ、まあでもその辺の色が多い、まあ、緑ちょっと珍しいですね、でまあパンツも、まあ、このウールですけど、こっちはあのまあ起毛してる、まあ、フランネルに近いような素材、うん、で中のねシャツも一応これ寝るシャツなので、まあ、かなり、もうインしなかったら完全にカジュアルとしても着れるぐらい、そうですね、まあ結構だから大柄のチェックボンバーになってます、かわいいですね、でベスト、ベスト僕もオッドベストというかそのね、あの何でも使い回せるように同じ、ね、金子店長と同じようにグレー、グレーで、まあ、ボタンちょっとメタルにしたりとか、あ、かわいいですね、はい、シンプルですね、結構だからそうですね、あ、まあまああの何にでも本当使えるんで便利は便利で、スーツにも合わせたりしますし、ネクタイが、ね、まさかの打ち合わせたんですよ、 LINE でね、そうですね、全然もう1週間前ぐらいね、今日はこれで行きましょう、あれで行くよあれで行くよパターン B で行こうもうダダかぶりしましたね、いやでも全然違う感じなんで、ね、まあまあそうですね、カジュアルはカジュアルでもね、で3人ともチェックのシャツ、やっぱそうなんですよ、考えること同じなんですよね、こうやってね、うん、チェックのシャツといえばみたいなノリになるんでしょう、うんうんうん、全然やっぱチェックって言っても雰囲気が、うん、全然雰囲気違います、そうですね、違いますね、という感じですかね、チーフ、うん、チーフね、まあ、あんまり、まあ、色は一応このシャツの白を拾ったつもりなんです、あんまり使いすぎない、怖いな、でも中田ズボ君からしたらこういうシャツってなんか物足りひんの、ね、うん、普通のチェックやった、うん、そういつものあれじゃないですね、なんかあの魚が入ってたりとか、そうですね、いろんな、あのなんか地球みたいなやつ、地球みたいなやつがああいうのかなと思ったそういうのも選ぶ、いやもう全然ありますあります、はい、もちろん全部が全部あれやとね、こう逆にこう上のスーツ派手な時とかにもうめっちゃ困ったりして、ああなるほどね、そうですよね、あだから長坪君にしたら割と まとまって、うん、まあそうですかね、おとなしい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 っていう感じをね、うん、受けるかもしれない、でもやっぱちょっと被いてますよ、ここ襟先ね襟先ちょっと被いてますよね、やっぱスタンダードはちょっと違う、ノーベントやったりとかしますけど、あ、ノーベントなんや、一応ベルベットなんかこうフォーマルなね、なんかこうイメージがあるので、まあまあそこはちょっとこう、あ、ピークにしてして、こう、まあ、雰囲気出しておこうかなと、細かいところでやりよった、ありがとうございます、恐れ多いところですけれども、はい、今日はそんな、はい、感じですね、ありがとうございます、まあ、同じ記事ないですけどね、多分ね、ここそうです、なんか在庫あるんかな、定番怪しいね、ギリあったかなかったかぐらいです、本当に僕のもちょっと一点物のやつやったりするんですけど、まあ、でもコーディネートの参考としてはすごく面白いでしょうね、そうですね、困った時のさっき受けたよ、パンダごめん、ごめん、ちょっと違います、今の僕が悪かった僕が悪かったふじふりやった飛んだ今完全にここ長野のまさかです、長野のまさかいや今のナイスパスだったはずですけどね、シュレーだ、シュレーだ、今のパスです、イラーパス、もう一回、もう一回、もう一回だけもらっていいですか、テイク2、申し訳ない、コーディネートで、はい、困った時の M2 プラント、あ、
当てます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 。そうですね、あの困った時にも気軽に相談に乗らさせてもらうことは全然可能ですので、うん、入り方でもチェックのシャツ一つでもカジュアルじゃないですか、うん、イメージが、うん、チェックのシャツありきでスーツというかジャケパンのこう合わせ方みたいなね、はい、入り方とかでも面白いかもしれない、うんうん、そうですね。最終的にこのジャケットこのパンツにしてチェックのシャツでってなった時に、うんうん、いやちょっと俺違うやろってなった時に、うん、いきなりチェックのシャツありきで進めてみるとか、ね、そうですね。そうですね。行こう。いろんな提案はさせてもらえるのかなと。なんか申し訳ないな。いえ、とんでもないです。そうですよ。いろいろとね、はい、いろいろとスタッフいますよ。本当にね、一癖も二癖もあるスタッフが親身になってご相談するんで、ただとんでもないのは出来上がらないっていう。ちゃんとそこは一応ね、安排取りながらしっかりコミュニケーション選ばせていただきますんでね。はい、選んでいきますので、誰かに言ったら何かなるっていうことですね。そうですそうです。はい、最終ちゃんとなるんで、ちゃんとなる、ちゃんとなります、ちゃんとなる、間違いない。そうそうそう、あこれええやんってなったらもう東淀川店に行ったらいいし、鶴見店に行ったらいいし、スイタでもね、スイタでもね、やろう、西宮なり伊丹でも行ってまたいいっす、はい、他もありますよ。そうです。ということで、はい、はい、今日はスタッフスーツをご紹介させていただきました。はい、秋冬号ですね。そうですね、はい、またねまたね、はい、そうそうそう、またちょいちょい撮らせてもらいます。はい、行かさせていただきます。はい、では今回ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。